はい、それでは純一人不敗、カプラステックス、自販新、ジュメナルフィリス、自前調査行きましょうのまいな、ちゃぽーし、ちゃーこれはちゃーやばうーんもう出遅れた瞬間終わったと思った、これはい、ダメでしたね、なんてきゃでいやーそうか、石川よさんおめでとうございます、自慢発生はー、純ライトボルと強かったな、すみません、ほんまにそれにしとてよかったああ結構吸いてたもんな、三連覆三連覇あ、ちゃぽーしはい、すみませんでした、気を取り合しまして行きましょうレッチゴー はい、えっ、ー、と、ステイアーズとチャレンジカップがちょっとね、現地行って通しボーン行ってもらったんで、まあ、それでもギリプラスか、そうやな、コイン2レースやったプラスはチャンピオンズカップ飛んで54パーで G1 が上がったんで63、63パー帰ってください。それでは、出走行きましょう。はい、えー、それでは、えっ、ー、と、中日新聞杯からですかちょっと待ってな、ね、バッテリーじゃない、バッテリー、<laughs> バッテリー見てもしょうね。えっ、ー、とね、どこやったか、これか。 はいえっと、プログノンシス河田さん、えっと、マテンレオ横スさん、ケラビリティダノさん、そしてアスクワイルドマーガー石岩田未来さんとなってます。はい、ピュッピュッピュッ。ベベアスクワイルドマーどうですかえっとね、喫科賞もしゃあないな。神戸新聞杯ね、ちょっと中日、京都新聞杯と掛け合わせてところで少し人気だったんですけど、ダメでしたね。 今回もそこまで期待はできないかなと思うんですけど、ちょっと掴みどころ難しいですよね。なんか、うーんですね。まあ中距離なんでね、来てほしいとこなんですけどね。55キロなんでまだそんな重くないんで、えー、こちらも難しいですね。キラービリティですね。はい。えー、去年の G1 バーです。オープルステックス買ったんですけど、アルゼンチンギャワー5杯休み明け8着え。ダービー6着を外から頑張ったと思うんで、巻き返しは全然あると思ってますね。はい。 えー、あと、あ、ごめんなさい。早っこは、ごめんなさい。人気なかった。人気なかった。6番人気ぐらいが下がっときましょうか。えっと、プログノーシス行きます。これが多分ね、あのー、まあまあまあ、有力候補なんでしょうか。はい。阪神1 0メートル勝った上がり接続がね、結構続いとって、前走もね、上がり接続叩き出したんですけど、あの、ゆるぐ負けちゃうっていう、ちょっとこれ大事失態をかしたんで、うん、まあ、超スローペースで、ヨゼミライさん安寿やったから、うん、豊かマジックにやられたんですね、これね。あじゃ、ポーシュー三33秒一とかあったんですけど、間に合いませんでした。<laughs> 何してんの <laughs> はい。えー、まあ、中京、初めて、でもないんで、戦力こなしてるんで、2000メートルになる分は多分問題ないと思うんで、あとは折り合いさえ着いたらってとこですね。はい。戻りすぎました。プロドンシス、誰乗るんやったっけあ、カードさん,んじゃあ、じゃ来るか。じゃ、じゃあ来るわ。マテンローレオが横乗りさんですかマテンロー系といえば横乗りさんですよね。あ、ですね。はい。えー、アンドロメダステークス、前ンソーね、ディープモンス相手に勝ちまして、うん、うん。 ま、横堀さんならね、荒れたうちでも、荒れたうちっていうか、インコース結構捌くのうまいんで。てか、貴浦月賞をインコースから捌いて買ってなかった。あっち、ごめんなさい、違うあ、ちゃうわ。これは違うな。ごめんなさい。あれの、摩天楼なんちゃうあれまっちゃうんか。あれはあれか。新山記念か。はい。まあ、2000メートルで実績あるんで、参照ですか距離はこれでいいんじゃないですか中距離で買ってるんで問題ないと思ってますよ うんただ、あとはですね、あのー、サ,ンサイ馬が結構主力なっ、主力なってるんですけど、相手的にどうでしょう。逃げた方がいいんか。難しいですね。ハンデ戦ですしね、コトブキテティスとか、もうそろそろ絡んでけへんかなって。青い期待を抑え。あと、ソフトフルードとかね、デンサーアンノウエラ3着なんでね、これ中京校舎に近いんで、はい。 あちょっと個人的に早く応援したいんですけど、中距離2000メートル、ちょっとダメこれ、ダメ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 。でも、札幌来なかったからな、戦争な。チャンスあると思うけどな、荒れた中距離の場をなってきたら、2周目か。ちょっとしんどいかな。誰乗る早やっこ。浜中357.5、いいですね。戦争早くだらんってた。乗り換わりしてたよな、早やで言うて、池添えだった。早やっこさん。池添さん。そうやんな。 中さんでやり直してください。次行きましょう。カペラ、カペラ、G1 の裏番組となってます。先にこちら、3時20分発送です。ウのきな相談役、相談役来ましたね。一番人気。オメガレンボー、ヨートスさん、ジャスティンがマーカントさんとリメイク、福永さん。あれ思ってるオーラ手揃ったあ、ほらん、ごめんなさい。誰かお間違え、ごめんなさい。 昨日とオッド変わってる。えっ、ー、とね、オメガレインブリメイク入り抜きのもう一となんて言ったっけ俺、えっ、ー、と、思い出すって思い出しケイドリーとかはジョガーやんな多分出られへんな。前奏出たから、えっ、ー、とジ、ジャスティンってなジ,ジャスティン。えジャスティン。えジャスティンがマーカンドマーカンド。マーカンドか。前奏1番二期15着からです。<ー>はい。<ー>まあね、あの、オープンクラスとか重症でもちょっと、 騒がしかったもんで、ね。実は2年前に買ってるんですよね。これ覚えてる方いてるのかないてるいてるレッドカメラに買ったやつ知ってる覚えてる覚えてるはい。なるほどね。ジャスティンか。え、ジャスティン。えジャスティン。マーカンド。何キロってジャスティン ?57 でいけんの前58だったのに。ソン。ほんまにえ、57でいけんのお前。1000。 58だっ,ったのね、前回。ほう。ほう。これ、ジャスティンじゃねマーカーのさんでしょあ、いやー、どうやろう、ダート戦にて勝てるのかな短期民許の外人さんが何もせずに変えるわけがないっていう名詞なんで、大名詞なんで、じゃあ、ジャスティンしとこう。<laughs> じゃあ、ジャスティンしとこう。リュウのユッはどうですか全部投げてた ?G1? あー、強いな。あ、強いな。安定しちゃった方が強いな。 相談役に乗り換えます。相談役で一回買ってなかったっけこのまま。そうやね。クラスターカップ買ったんと、えっ、ー、とね、大いスプリント買ってる。えー、あと、オープン二回買ってる。相談役との成績良かったっす,っすよ。確か。確か。えじゃあ、こちら。え、確か、確か、確か。そう、320。まあ、もう悪くない。はい。リュウのユキラはちょっと今、短期面会の外人が何をせずに変えるわけないってことで、まあ、あかんだ、ね、これ。オメガレインボーは距離短くして、なんか頑張ってたからだ、ね、よ。そうそやね。意外と頑張っててね。これ怖い。 うんおめがね、もう、カズオさんじゃなかったよな。あ岩田さん。岩田さん岩田さんあー、前奏もんがか。カズオじゃないよねリメイクは、福永さん。でも、この相手やったら、ジャスティンあるで、これ。これ、ジャスティンじゃねこれ。まあ、カかんだろ。じゃあ、ジャスティンは、これ。もう本気で買ってくるよ。うん、もう一回るとこう、短期免許の会社なんか何もせずに買えるわけないから。うん。 まあ、カンドさんだけまだ買ってないんで、うん、今回初めて来て OK 言ってるんで、いけるやろと思う。これ多分いけるやろ。うーん、この時期もいける。去年誰買ったっていうか、2020年ジャスティンやったっけど。あ、ダンシングあ、ミエ浦高成思い出した、これ。あったわ、そういうレースあったわ、そういえば。で、俺がレインボー突っ込んできたよまで未来で。あったわ、だからや、これ。だから今年も好まない。 了解です。これペース早かったよな。あの、モードスーパーフレアを引っ張ったから。あ、そうそうそう。オッケーオッケーオッケー。それに、ダンジング・ビーンズが2番手から追走したんで強かったなっていう話でした。オッケーです。ジュベナイルどうする最後これめっちゃむずない。リバティ・アイランドやろカ田さん。ラベル、酒井さん。うん、ウンブライル。うんブライル。えー、っと、横乗りさん。横乗りさん、じゃあ、竹下さん。ルーラ、サイタラダさんまでが一桁。これさ、リバティ勝てる まあ、ここのアルテミスでラベルとの勝負なんやけど、リバティの方が強いんかなどっちこれやっぱラベルの方が強い。まあ前走だけ見たらそれラベルの方が強いんやろうな。普通に。だって33秒0の上がり最速でしょリバティの外から倒してますからね。 ただ、阪神戦六って確かにあの差し決まるんですけど、お外一気でいいんかっていうと、そうでもないんですよね。去年、サークルアブライフ買ってます。ああ、これ確かちょうどアルテミスからですね。アルテミスのガチームがそのまま直結する舞台か。まあそういうことなんやろうな。そうだしもアルテミス買ってからやもんな。うん、ただ、あんまりこう、方法すぎるからどうかな。リアーメリア一回取んなんゃなかったことなんかそんな気分かんなけど。川田さん、やや勝つか,からな。断然人気。 河田ちゃんやらかすからなんか、ドゥーラとかん方がおもろいか、これ。札幌1008、2回しか走ってないでこれ。マイルの距離で。ウンブライルってどこ走ってんのこれ。ウンブライル、あすげえ、2連勝よ。あれこのままチェーンじゃねウンブライル。たけし。うん、ラベル、リバティアイランド、2強と考えたらたけし。ウンブライル、そんな、ミホってことあ、キムテツかよ、ほんで。ルメールおらんねんな、これな、香港行くからな。 ちょっと待ってよ。ウンブライルが意外とあるこれ。ロードカナルラ,ラルケットってステールビオの兄弟ですよね。あるかこれ。ワンチャン。ワンチャンこっち意外と。無理。いや、前走もえげつながりやし、なんせ全前祖もえげつながりやったで、ね、これ。ちょっと待ってよ。 距離延長はきついかどうだ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 何倍だ ?5 番、5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 番。いやー、弾けたら強いぞ、これ。まだ、馬なりやぞ、これ。馬なりで勝ってるぞ、これ。ちょっと待ってよ。これ、距離延長で初 G4 厳しいんですかうん、ブレゼン、うルっていてるわ。んゼンが何リベンジ誰 どれあ、ステルの T やね。了解。いや、去年しゃーないよ、あれ。あれは若すぎるよ。あきついか。きついか。きついか。普通にあれか。2頭か。ラベルとリバティか。どうだ。うわぁ、迷うな。リバティ一番人気で、2.6倍だら買えねえけどな。ラベルが吸い取ってるね。ナリスベリティが前走逃げて3着で面白いよって話か了解です、はい。北ウィングね。北ウィング面白いな。 北イ, <laughs> イングちょっとどうせなったからな。OK、このまましておきましょう。また、本チャンネルは、本ちゃんチャンネルの自己紹介をお会いしましょう。ご清聴ありがとうございました。プラプラ